ライジング。こんにちは。ライジング株式会社の伊藤です。佐藤です。今回はフィット制度についてお客様からよく質問されることをまとめてみました。フィット制度のちょっとした疑問についてお答えしたいと思います。売電価格が毎年下がっていると思うんですけれども、今からフィット制度に加入して得をすることはできるんでしょうか。はい、フィット制度は売電価格が下がると設置費用も安くなります。これは国が設備投資回収期間に大きな変動がないように毎年電力の買取価格を設定しているためです。例えば2012年に太陽光発電を導入した場合には2022年まで42円で余剰電力を売ることができましたが、当初の設置費用はその分高かったからです。いつフィット制度を始めても投資回収年数に対する売電価格の形式は変わらないので、買取価格が下がっても損ではありません。ありがとうございます。導入を検討している方が気になるのが買取価格だと思うんですけれども、次の年の買取価格っていうのはいつ頃分かるんでしょうか。はい、経済産業省が、関係省庁や、調達価格算定委員会の意見を尊重しまして、年度開始前までに定めることになっております。例年は3月末までに告知しています。ありがとうございます。はい、フィットを申請した場合、申請から認定まではどのぐらい時間がかかるんでしょうか。はい、申請をしてから認定完了までの標準的な処理期間は、10キロワット未満の太陽光発電設備において、書類に不備がなかった場合でも約3ヶ月から4ヶ月程度かかります。申請に必要な電力会社の契約が約2ヶ月程度で、経産省への事業認定も2ヶ月程度かかります。申請完了までにはかなりの期間が必要となっております。ありがとうございます。フィットの事業認定申請は自分で行うんでしょうか。はい、自分でやられる方ももちろんいらっしゃいますが、申請には専門的な書類や設置する機器の情報が必要になり、また申請に不備があった場合は期限に間に合わない可能性もありますので、基本的には設置業者とお客さんとの二人三脚で申請することが一般的です。申請に必要な条件をクリアできる専門業者にお任せすることをお勧めします。もちろんライジングでも代行申請を承っております。ありがとうございます。新築じゃないとフィット制度の認定というのはおりないんでしょうか。はい、新築でなくても一定の基準をクリアできれば後付けでもフィット制度に認定されます。物件によってクリアできる基準を満たせるかは違いますので、まずは専門業者にご相談いただくのがいいと思います。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。太陽光発電や蓄電池、ゼロエネルギーハウスについて何か聞きたいことがありましたら、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。ライジングは環境対策と経済メリットが両立ができる太陽光発電の導入やゼロエネルギーハウスの建築を行い、皆さんの暮らしや地域に貢献し、脱炭素社会を目指している会社です。こちらのライジングチャンネルでは、皆さんのご家庭や会社の太陽光発電を導入を成功させるための情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。